今回は次世代を担う子どもたちと一緒に海から学び、考え、未来へつないでいくプロジェクトを実施している海のごちそう地域モデル事業銀三重熊野の取り組みを紹介します。海と日本プロジェクト in 三重県、三重の海やに豊かな自然に恵まれた三重県、中でも伊勢島から熊野古道へ続く海岸線は伊勢エビやアワビ、サザエなどの海の幸の宝庫。そして彼らが生きるのに必要なのが海藻たちです。その海藻が海の森となる藻場を作り、多くの海で暮らす生き物たちにとってなくてはならないものとなっています。しかし近年、三重県沿岸では海藻を食べる魚、食食性魚類が増えていることで海の森の減少が急速に進んでいます。今年で活動2年目となる海のごちそう地域モデル事業 in 三重熊野は、これらの魚たちを美味しく食するプロジェクトを通じて海藻と魚たちの友好的なバランス関係を目指しています。7月20日熊野市でキックオフイベントが開催されました。心を動かす体験をできる教育をしていきたいと思って、いろいろなご縁で出会った中で、漁村文化、漁の文化、これをやっぱ教育として関わりながら継承していきたいというところで、つなげていく教育を実施できないかなというところも作詞していきたいなと思っております。人間の営みによってこういう魚が元気になったり増えてきたりということがあるので、決して魚には罪がない。逆にこの魚をですね、貴重なですね、水産資源として広めていきたいというようなのが我々の趣旨でございます。合宿で得た知識とかその経験を生かして、三木島のことだけではなく、僕の地元の海であったりとか、日本のこと、世界のことだったりとかに生かしていければいいなと思います。松那瀬干潟っていうところで月に1回その生物の調査を行ったり、イベントで実際に登壇して話をさせてもらったりっていうのもやったりしています。自分はこう海がやっぱりこう好きだなっていう改めて感じるところになったので、三重県をより良くできる仲間っていうのを作って活動を広げていきたいなっていうので思っています。私は特に植物のことを調べているので、その熊野にはどんな植物が生えているのかなとか、まさかの海との違いに興味を持ってます。まだ何も分かってないんだよっていうこと、分かってないということは可能性しかないと。中にはですね、その海の問題をしっかりと把握している高校生もね、いらっしゃいましたので、もう彼らにはですね、一緒にこれから三重の海をね、変えていく原動力になってもらえるんじゃないかなというふうに感じました。海と日本、チャンネル登録よろしくお願いします。